うるまです。はい、この動画はですね、これから本格的に2014年秋冬シーズンがですね、スタートしていく中で、もうすでに、ね、服好きの方であれば、まあ、秋アイテムの購入をですね、もうすでにしてる方だったりとか、まあ、欲しいアイテムとかのピックアップとかしてる方もいると思うんですけど、まだですね、世間的には秋冬コレクションだったりとか、各ブランドのデリバリーが、まあ、スタートしてないところが、まあ、ほとんどでございまして、もうまさにですね、お盆明けだったりとか、9月に向けて秋冬アイテムのね、買い物をスタートする方がですね、ほとんどなんじゃないかなと思います。なので、今回この動画1本で、この2014年秋冬のトレンドが一発で丸分かりするようなですね、トレンド解説動画の方を撮っていこうと思っておりまして、それこそですね、自分自身が普段はですね、プロのアパレルバイトとして活動しておりまして、まあ、自身でですね、セレクトショップを運営しているところもあるので、まあいろんな市場のリサーチだったりとか、あとはドメスティックブランドだったりとか、いろんなブランドさんのですね、展示会に行かせていただいて、まあこの先のトレンドだったりとか、まあ、流行るアイテムと傾向をですね、もういち早くキャッチしておりますので、まあ、その自分の視点だからこそ解説できるですね、ものがあるんじゃないかなと思っておりまして、まあ過去もですね、こんな感じで、はい、こちらのチャンネルの方でもトレンド解説動画というものはですね、アップさせていただいているんですが、まあ、自分がね意識してお話するところで言うと、結構実感として感じていただけるようなですね、トレンドを解説することを、心がけておりまして、もう先すぎるトレンドだとそれ本当に流行るのとか、そういったことも結構あるんですよ。なんですけど、自分のねこちらの動画では2024年の秋冬から、まあ、2015年の SS もですね、その流れの中で確実に身近に感じていただけるようなですね、トレンドワードだったりとか、トレンドのアイテムとか、そういったものをですね、今回ピックアップさせていただいて、この動画でご紹介させていただくので、まあ、この動画を見ていただければですね、大概トレンド外すことなく把握できる内容となっておりますので、ぜひですね、動画最後まで見てもらえたら嬉しいです。やっぱね、いや、自分自身も本当秋冬コレクション立ち上がり楽しみにしていて、まあ年がら年中洋服は好きなんですけど、やっぱなんといっても洋服の本番は秋冬シーズンだというところもありますので、もうこれからワクワクするわけなんですよね。はい、というわけでですね、前回以上といたしまして、早速、まあ、2024年秋冬に向けてのですね、トレンド解説の方に入っていこうと思います。まあ今回の項目に分けては、いろんなキーワードだったりとか、あとはトレンドのアイテムだったりとか、あとはこのブランド要チェックでところもですね、いろんな項目に分けてご紹介をしていこうかなと思っておりますので、我ながらですね、見応えなる動画になってるんじゃないかなと思います。そんな感じのですね、こちらのチャンネルではこのようなですね、トレンド解説だったりとか、あとはですね、プロのアパレルバイヤーの目線から見ておすすめのプチプラブランドのアイテムだったりとか、あとは自分自身がめちゃめちゃ服好きなので、まあ、購入品の紹介だったりとか、あと買い物動画ですね、いろんな動画出させていただいておりますので、もしですね、こちらの動画参考になりましたら、チャンネル登録ですね、高評価の方よろしくお願いいたします。ではですね、早速一つ目のトレンドキーワードからご紹介していこうかなと思います。まずですね、2020年秋冬の中で、まあ、どんな傾向のアイテムだったりとか、着こなしが増えてくるかなってところをですね、全体感のところから解説をしていこうかなと思うんですけれども、まあ、ここがですね、本当に盛り上がってるキーワードで言うと、まあ、クワイエットラグジュアリーですね。まあ、そのクワイエットラグジュアリーっていうのが雰囲気で言うとこんな感じですね。はい、もう着こなしで言うとめちゃめちゃシンプルではあるんですけど、ただのシンプルなファッションっていうわけではなくて、まあ、洗練されたシンプルスタイル、まあ、上質な素材だったりとか、洗練されたシルエットとか、そういったアイテムをですね、ベーシックなアイテムを用いて、着こなしの中に取れていくというトレンドでございまして、自分自身もですね、結構その流れ一部ですね流れてきていて、最近で言うとこのクワイエットラグジュアリーの中心ブランドと言われているザ・ローですね、こんな感じのブランドになるんですけれども、本当にシンプルじゃないですか。けどね、本当洗練としたイメージで、これザ・ローだけじゃなくて、最近はボッテガですね、ボッテガさんに関してもこのクワイエットラグジュアリーのね路線をですね、しっかり継承して流れていっているところもあって、数年前に流行ったノームコアっていうねワードですね、そちらに結構近いところもあるんですけど、そのノームコアの時ってシンプルではあるんですけど、結構カジュアルな要素がね結構多い印象ではあったんですが、クワイエットラグジュアリーに関しては、まあ、カジュアルな要素もありつつ、もう結構モードというかキレめな要素っていうのが強くなったのがクワイエットラグジュアリーというワードなんじゃないかなと思っております。このクワイエットラグジュアリーの着こなしをする中で、まあ、どんなアイテムが結構盛り上がってくるかなところがあるんですけど、やっぱ、まあ、シンプルな上質な素材のニットとかですね、もうカシミヤだったりとか、まあ、ウール素材のハイゲージ系のニットとかですね、まあ、そういったものだったりとか、あとは V ネックのカーディガンとか、本当ね普遍的なアイテムではあるんですけど、まあ、それをね上質な素材で仕上げたものが結構市場でもですね出てくるんじゃないかなと思っております。まああとアウターで言うとダウンジャケットっていうよりコートとか、まあ、ウールのコートだったりとか、あとジャケットで言うと、まあ、テーラージャケットとか、まあ、そういったものがですね市場の中により増えていくシーズンになるんじゃないかなと思っております。まあただですね、自分自身もそうではあるんですけど、普段から結構するとファッションだったりとか、結構デザインの効いた洋服を着てる方がいきなりここまでシンプルになるっていうことがなかなかないんで、この2020秋冬のシーズンもですね結構二極化と言われてい
いて、このね、クワイエットラグジュアリーみたいな、めちゃめちゃシンプルなクオリティも増える一方ですね、ほんとバレンシアガとかディーゼルとか、まあそういったところもですね、まあ、グランジファッションをベースにした、よりデザイン性の効いたブランドもですね、台頭してるっていうのがありまして、本当にね、この市場を見ても二極化ですね、めちゃめちゃバチバチにデザインもの着てる方もいれば、本当にシンプルな格好する方もいらっしゃるとかで、ほんとファッションで面白いなと思いますよね。もう自分自身はどちらかというと、このバレンシアガとかディーゼルとか、最近のアクネとかですね、まあ空気感で言うと、こんな感じだったりとか、こんな感じ。こんな感じのですね、グランジファッションをベースにしたラグジュアリーファッション。こういった毛色の方がですね、自分自身も結構好きなので、買うこともね、多いんですけど、まあ、先ほどで言ったようにね、自分自身も普段はね、こんな感じのカジュアルな格好にしつつ、まあ、加えてラグジュアリーみたいなですね、シンプルな格好をしたいところで、まあ、今日とかもね、めちゃめちゃシンプルな格好とかもしてるんですけど、いやお金かかるなって、こんな、全然ジャンルが違うコーデートしたくなるっていうと、まあ全体感的には、クワイエットラグジュアリー路線のファッションがですね、結構盛り上がってくるんじゃないかなと思ってて、まあなんと言ってもですね、やっぱ真似しやすいところがあるんですよ。もちろんですね、クワイエットラグジュアリーってただシンプルな格好をするだけじゃなくて、やっぱ上質だったりとか洗練とした印象ところがあるんですけど、まあ例えばですね、ユニクロさんの中で、まあ上質なアイテムってでもありますし、まああとはですね、こちら。はい、ムジラボですね。ムジラボさんも2020年秋冬から結構リブランディングをスタートするところがあって、このオバナさんですね、ミスターハリウッドのオバナさんがデザイナーを退任して、ムジラボさんの中の社内デザイナーさんがですね、このムジラボを継承するわけなんですけど、まあ、新しく掲げてるテーマで言うと、クワイエットラグジュアリーなんですよ。なので、もしかしたら、結構ですね、お値段も高くなる可能性はあると思うんですけど、そんなに身近なムジラボさんとかも、このキーワードに反応して、アイテムを展開するところがありますので、結構ここ楽しみですよね。はい、というわけで、まず一つ目の項目が、まあ、2020年秋冬のですね、全体化のところですね、お話ししていきました。続いて、二つ目の項目ですね。シルエットの変化の部分について触れていこうと思います。やっぱ着こなしの中で言うとね、まあ、サイズ感だったりとか着こなしの仕方、まあ、それがですね、まあ、かなりね大きく作用してくるところかなと思うんですけど、結構2020秋冬に関してはこのねシルエットの変化っていうのが顕著に現れるシーズンじゃないかなと言われております。まあ、具体的にどんなシルエットの変化が出てくるかっていうところなんですけれども、まあ、全体的にトップスですね、そちらに変化が出てくると言われておりまして、まあ、シルエットで言うとよりトップスがタイトかショート丈ですね、そちら2つのアイテムがですね、より市場の中で増えてくると言われております。まあ、皆さんもですね、周りの着こなしを見てもらったらちょっと感じる方もいると思うんですけど、まあ、今の時点でも結構 T シャツだったりとかポロシャツとか、そういったサイズ感ですね、結構コンパクトになってるって印象ありませんかね。まあ、例えば自分で言うと、まあ、こんな感じで緩いシルエットもあるんですけど、最近で言うとこんな感じ。結構ね、ボディラインに沿ったというか、結構タイトめなシルエットのものもですね、結構増えてきていて、まあ、自分自身もですね、結構緩めだったりとかビッグシルエットとかね、リラックス感のある着こなしっていう方がもちろん多いんですけど、やっぱそのね、カウンターじゃないですけど、やっぱりこのちょっと緩めのシルエットずっと着てたから、ちょっと細身のシルエットのものも着たくなるなというところもあって、最近ですね、まあ、数字にも表れてるんですけれども、まあ、自分自身もですね、まあ、いろんな販売でだったりとかリサーチをする中で、去年は L サイズの方が売れてた相手も、今年は M サイズが S サイズの方が売れるって傾向も結構そこで数字強く表れていて、もう早くもね出てるんですよ。でなので、ね、今年の秋冬に関してもニットとかスウェットとか、あとはロンティーとかね、そういったアイテムに関しても去年よりもワンサイズ小さいとか、そういったものをですね着用する方も多くなってくるんじゃないかなと思っております。なんで着こなし的には上がタイトで下がバギーパンツより、より強い A ラインシルエットっていうのが市場の中でもですね増えてくるんじゃないかなと言われております。でトップスがですね細くなるだけじゃなくて着丈も短くなると言われていて、ただですね細くて短いものを着るわけじゃなくて、着丈が短い時は身幅が広いもの、そういったものがですね結構増えてくるんじゃないかなと言われていて、やっぱりどっちも小さいとさすがに抵抗を感じるんですけど、まあ結構自分自身がね最近買うものもそうなんですが、身幅が緩いものっていうのも自分自身もやっぱ好きで、あとブルゾンとかでもですね結構身幅の広いものっていうのが未だにね市場の中でも多くなってくるんですけど、その分着丈が短くなってるんですよ。まあ、数値で言うと、まあ、3センチから5センチぐらい、ワンサイズからワンサイズハーフぐらいですね、結構サイズ感が短くなっているので、まあこれからね2020年秋冬の買い物をする中で、まあ、どんなサイズ感のものを買えばいいかとか、まあ、ちょっとねトレンドっぽい着こなしのシルエットを取り入れたいって方に関しては、まあ、ジャケットとかトップスに関してはですね、まあ、インナーであればタイトなものを選ぶか、まあ、ジャケットとかね、そういったものであればショート丈とか、そういったものをですね取り入れていけばですね、結構新鮮なコーディネートが楽しめるシーズンになるんじゃないかなと思っておりますし、まあ、なんといっても市場のアイテムもですねそういうサイズ感に変化しておりますので、ぜひですねそういったものを効果的に取り入れていただければなと思っております。まあ、トップスがタイトだったりとかショート丈のねアイテムが流行ると、ボトムスはですね結構バギーシルエットっていうものとプラスハイウエストのアイテムっていうのが増えてきておりますので、まあ、ただトップスを変えるだけじゃなくて、トップスも調整してですねシルエットを変更していただくと、より解像度の高いですねトレンドのコーディネートが楽しめるんじゃないかなと思っておりますので、そういったキーワードを抑えながら、ぜひですね新しいシルエットのコーディネートを取り入れてみてください。
はい、それではですね、3つ目のキーワードの方に移っていこうと思うんですけども、3つ目のキーワードが古着トレンドの変化でございます。こういったワードだけ聞くと、いや古着のトレンドが終わるのとか、具体的にどういったものかっていうのは結構分かりづらいので、詳しくですねお話しすると、今までここ 2,3 年ですね、ここに関してはベーシック古着のトレンドっていう波が来てて、ずっとまあアイテムで言うとポロラルフローレンだったりとか、あとはカーハート、ノーとかトミーフィルフィガーとかですね、そういったアメカジベース、90年代の古着ストレートっぽいですね着こなしが、市場の中でもですね本当に盛り上がっていて、それこそ自分のオフィスのある高円寺だったりとか下北沢とか本当に盛り上がってたりとかですね、あとは各地方都市であっても、例えば名古屋の大須だったりとか、そういったところもですね、レギュラー古着を中心としたこのお店が展開されていたんですけど、そのね波っていうのが一通り結構落ち着いたと言われていて、まだまだですね市場の中では根強い人気はあるんですけど、一時の勢いほどはないなっていうところはファッション業界の中でも言われております。その中でベーシック系の古着からどういう風にですね流れが来たかと言いますと、もう最近盛り上がっているのがハイクオリティ古着なんですよね。まあ、ラグジュアリー古着とかもいろんなねワードがあったりもするんですけど、まあ、どういったものかというと、まあ、この夏であればヴィンテージのバンド T シャツだったりとか、キャラクター T シャツ、あとは企業系 T シャツとか、あとはキャラ T とかですね、そういったね古着業界の中でもめちゃくちゃ高値がついているものがより高騰している流れがあって、まあ、自分自身もそうですし周りの服好きもそうなんですけど、まあ、ハイブランドの T シャツ買うんだったら、まあ、ヴィンテージのすごいハイクオリティな古着買うみたいな方も多くなってて、ほんと値段がねやばいんですよ。ほんとニルバーナだったりとか、メタリカだったりとか、またキャラモルでアキラだったりとか、ほんとねいろんなねカテゴリーがあるんですけど、ほんと 4,5 万とか当たり前にするし、物によってはほんと10万20万するものもですね結構あったりして、ここ数年で本当に盛り上がってるんですよ。しかも最近はですねこのハイクオリティ古着のトレンド来てるところもあって、結構メディアで紹介されてたりだったりとか、そういったところもあって、よりですねこの勢いが盛り上がってるんじゃないかなと思います。やっぱりこのね、例えばラルフローレンとかカーハートとかトミーとかね、そういった古着と、まあ、今のですね結構高値がついてる古着の流れって結構ね同じ古着のカテゴリーではあるんですけど、全然違ったりするじゃないですか。なので古着って結構玉数があるじゃないですか、もはや資源なんで、やっぱ流通数っていうのも年々減ってるところがあるから、今値段の高騰が止まらないところもあるんでね、ただもう資産として持ってる方も多いので、ここね結構難しいんですけど、まあ自分的にはですねもちろんブランド物の T シャツだったりとか、そういったものも好きで着るんですけど、まあ時にはですねそういったなんか珍しい古着だったりとか、まあ市場価値のあるようなそういった古着アイテムをですね着こなしの中にバシッと取り入れるっていうのも結構おすすめなシーズンだなと思いますので、もし気になった方はですねチェックしてもらえたらなと思います。もうただですね本当に偽物とかねブート物も多いので、まあどこから買うかとか、そういったものはですね結構注意が必要だと思うので、ほんとフリマアプリだったりとかネットとかでもですねいろいろ売ってるところがあるんですけど、注意しながらですねお買い物していただけたらなと思います。まあ、この夏であればね、自分はバンティだったりとか、そういったムービー系の T シャツいろいろね、探してたんですけど、秋冬に向けてはですね、やっぱスウェットとかパーカーとかですね、そういったものを探してて、自分自身はですね、結構自分が聴いてたバンドとかアーティストのなんかね、そういった古着をね、集めていて、まあ、例えばグリーンデーだったりとか、あとリンキンパークとかめちゃめちゃ好きだったんで、そこら辺のアイテムとかちょっと欲しいんですけどね、ニルバーナとか高くなりすぎて、もう買えねえよっていう、まあ、ただデザインがかっこいいんでね、ちょっとね今年の秋冬に向けてもう今のうちからですねいろいろ探してる所存でございます。はい、というわけで続いてのトレンドキーワードの方に移っていこうと思います。続いてはですねピンポイントでどんなアイテムが入るよっていうところをご紹介していこうかなと思うんですけども、4つ目のねトレンドキーワードがレザージャケットでございます。ほんとねレザージャケットはほんと本革のものからフェイクレザーのものまで市場にめちゃめちゃ増えるんで、ほんとねこれ見る機会増えるんじゃないかなと思います。ほんとにインポートブランドからドメスティックブランド、あとねこれオープニングアウトでもこんな感じのですね MA1 タイプだったりとかワークブルゾンとかね、こういったタイプのリアルレザーのアイテムを出して本当にご好評いただきましたし、例えばですね ZOZO タウンとかそういったところであってもいろんなインフルエンサーブランドだったりとか、あとウェブ限定ブランドもですねフェイクレザーのアイテムとかですねしこたま多分出てくる機会があると思うので、本当ね選ぶのが難しくなるぐらい出てくるんじゃないかなと思います。まあ自分自身もですね早い段階で2024年秋冬だったりとか、あとは2025年 SS のいろんなねブランドの展示が行く中でどこも本当に口裏を合わせたんじゃないかっていうぐらいレザージャケット出してくるので、やっぱ露出の機会も多くなってくるし、まあ、皆さんの目に飛び込んでくること機会も多くなってくると思うからこそ、ここは確実に入るんじゃないかなと思っております。なんでレザージャケットがここまで増えてくるかっていうところがあるんですが、これいろんな要素がですね混ざり合っていて、まあ一つ目トレンドの観点で言うと、まあ、やっぱレザーの素材のアイテムってこのテックファッションだったりとか、まあ、切れ目カジュアルとかそういったところですね相性がめちゃめちゃいいので、やっぱそれこそ切れ目の方であってもスウェットっぽい方であっても韓国ファッションする方であっても、まあ、幅広い方がですね取り入れられる素材っていうところもあるから、アパレル企業側もやっぱ数を作りやすいとか、そういった部分
部分もあるので結構各ブランドから増えてるところもありますし、まあ、あとはですね結構気候的なところもあって、もちろん冬のタイミングになると寒くなってですねダウンとか、まあ、厚手のコートとか着ないと、まあ、過ごせない時期もあったりもするんですけど、まあ、最近はですね結構暖冬と言われてるところもあるから、ダウンジャケットを着ずに中にニットとかパーカーを着込んでジャケットで冬を越すって人も本当多いと言われてる中で、結構レザージャケットとかねそういったフェイクレザー系のアイテムってこれ防風性だったりとか保温性も高いので、中に着込めば冬は越せるし、インナーをカットソーにしていただければ春も着れるしってところで、コストパフォーマンスもいいとか着る機会も多いってところもあるから、まあ購買につながりやすいんですよね。まあそういったところもあって、この各企業さんですねレザージャケットをやっぱ勝負品番として結構展開するところが多いので、それこそプチプラブランドですね、ほんと GU だったりとかユニクロからも出てくるんじゃないかなと思うので、ほんと選ぶのが大変なんじゃないかなと思います。そのぐらい出てくるんですよ。まあ相手のデザイン的には過去流行ったようなこんな感じの、はい、シングルのライダースとかそういったものではなくて、結構ミリタリー系のブルゾンですね、 A2 ジャケットとかですね、デザインで言うとこんな感じなんですけど、あとはワークブルゾンのデザインだったりとかミリタリーブルゾンとかですね、そういったものをベースにレザーアイテムで出てくるものが本当多くなると言われておりますので、まあ、自分の気持ちに合うですねジャケットのデザインにレザー素材を取り入れていただくとミスがないんじゃないかなと思います。まあ、過去数シーズンとかはね結構レザー素材も結構引き続き流行っていて、まあ、結構ねこれレザーパンツとかボトム系から流行ったんですけど、今年はトップスの方にその流れが来ているので、まあ、自分自身も自分のブランドからもリリースして、もう自分よりもですねオーダーしてますし、あとはですねドメスティックブランドのレザージャケットっていうのも展示会でオーダーもしてるので、これからですね結構着る機会が多くなるので結構楽しみですね。個人的には値段はちょっと高かったんですけど、まあ、ドメスティックブランドのネバーフォゲットさんですね、アイテムこちら、はい、このレザーブルゾンですね自分も買ったんですけど、これかっこよかったね。いろんなブランドの展示会行ったんですけど、これが一番でしたね。はい、というわけで4つ目のキーワードがレザージャケットでございました。続いて5つ目のキーワードの方に移っていこうと思うんですけども、先ほどのレザージャケットに近いところがあって、中に着込めば冬も越せるし、まあ、インナー薄くしていただければ春も着れるところですね。こうキーワードアイテムとしてはですね3レイヤー系のアイテムですね、そちらが入ると言われていて、まあ、いわゆるですね機能性素材と言われている、まあ、ゴアテックスだったりとか、まあ、各企業が開発したこの3レイヤー系の素材がですね本当にこの秋冬に結構増えてくるところがあって、ここのね流れっていうのは結構自分自身もですね普段から生地屋さんだったりとかアパレル商社さんとですね商談することが多いんですけど、各企業さんがですねこの3レイヤー系の素材だったりとか、まあ、生地屋さんもですねこの素材を結構押し出してるところがあるので、その流れにブランドさんもしっかり乗ったところもあって、まあ、あとはですね先ほどのレザージャケットの解説の時にも話したんですけど、まあ、この3レイヤー系のアイテムっていわゆる防風だったりとか、あと透湿撥水性ですね、そういった機能性を持った素材と言われているので、ほんとね中に厚手のスウェットとか着込んでいただければもう平気で冬越せるんですよっていうところもあるから、アウターいらずのアイテムかつ、まあ、シーズン長く着れるところもあって、しかもですねゴアテックスの素材に関してはやっぱねこのブランド生地なので値段が高いんですけど、各企業さんがですねほぼほぼゴアテックスの素材に近いぐらいの生地っていうのも結構開発して結構安価でですね、まあ、市場の中に投下していく予定なので、まあ比較的手に取りやすいプライスでこういった3レイヤー系のアイテムがですね買えるんじゃないかなと思っております。まあ、定番のデザインで言うとマウンテンパーカーデザインとか、あとショートブルゾンタイプとかですね、ほんといろんな素材で3レイヤー系のアイテムがですね市場の中に増えてくるので、ここもすごい楽しみですよね。やっぱ引き続きこの2020年秋冬に関してもテックファッションとかセックコーデとかですね、そういったものは引き続き人気のカテゴリーでもありますので、3レイヤー系のアイテムですねより今年盛り上がってくるんじゃないかなと思います。あとはユニクロとかね、そういったところもブロックテック素材だったりとか、あと GU さんであっても3レイヤー系ではないんですけど防風素材のアイテムとかですね、そういったものも本当に安価に出回っておりますので、何かしらですねそういった機能性を含んだようなアイテムっていうのを、まあ、買っていただくとですね着こなしの幅もですね広がると思いますので、ぜひですねこちらの3レイヤー系のアイテムも今年の秋冬に向けて取り入れていただければなと思います。まあ本当に自分の運営してるブランドのオープンハートに関してもこちら、はい、ゴアテックス素材のですねアイテムっていうのはリリースするたびに本当にご好評いただくので、ぜひ、ね、こういったアイテムもチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、というわけで続いてのキーワードの方に移っていこうと思います。まあ4つ目に紹介したレザージャケットと、あと3レイヤー系のアイテムですね、ジャケットのところを中心にご説明していたんですけど、まあ、じゃあインナー系のアイテムのトレンドでどうなってるところですね、でそこも補足してご説明していこうかなと思います。で6つ目のキーワードがニットでございます。今年の秋冬に関してはもちろんスウェットとかも変わらず人気ではあるんですけど、勢いがあるカテゴリーで言うとニットなんですよ。もともとファッション市場の中で言うと春夏よりもやっぱ秋冬の方がですねニットのカテゴリーはやっぱ本格シーズンではあるので、ほんといろんな編み地だったりとか素材使いで表現の幅がほんと無限なんですよね、スウェットと違ってっていうところもあるので、今年はですね各ブランド自分の色に沿ったニットを結構提案してくるんじゃないかと言われていて、まああとはですね追い風となっているのは、まあ、シルエットの変化もあったので、一番最初に紹介したクワイトラグジュアリーの流れでですね、まあ、細身の無地のニットだったりとか、まあ、カシミアニットとかですね、そういったジョイス素材のニットっていうのも、まあ、ここ過去のシーズンよりも結構
盛り上がってくると言われておりますので、よりニットの需要が高まってくるんじゃないかなと言われております。まあ、そんなにシンプル系のニットだけじゃなくて、まあ、どんな柄だったりとか、どんな編み地、どんな素材がですね、結構盛り上がってくるかというところをですね、解説の方をさせていただければなと思うんですけれども、まあ、今年も引き続き毛足の長いニットっていうのは本当に盛り上がってくる予定でございまして、まあ、素材で言うと変わらずモヘア素材だったりとか、あとはね、ナイロン素材を使ったこれシャギーニットとかね、ファーニット、そういったものが本当に増えてくるんじゃないかなと言われております。この素材で言うとこんな感じですね。はい、めちゃめちゃ毛足の長いようなニットっていうのがですね、あるんですけど、これ、今年の秋冬マジで見る機会が多くなるんじゃないかと言われていて、しかもメンズレディース問わず人気の素材なので、ほんと天然素材ですね、モヘアだったりとか、ラクーンとかも使われておりますし、あとはナイロンとかそういった素材も使って、より毛足の長いようなものをですね、結構デザインするブランドさんも多いので、こういったね、毛足の長いアイテムの利点って、やっぱ一枚着ていただくとですね、やっぱ秋冬のコーディネートにガラッと雰囲気も変えてくれるし、インナーで使ってもですね、チラッと見えても、まあアクセントとしても効いてくれるところがあるので、まあ汎用性も高いんですよね。なんで去年の時点からですね、結構毛足の長いニットっていうのは人気ではあったんですけど、その毛足の長さがさらに長くなったなっていうのが、まあ今年のですね、展示会だったりとか、まあ商品企画ですね、リサーチをした結果、やっぱ本当に去年よりもですね、そういった変化が出ておりますので、まあ今年の秋冬ですね、ニットを買う時にも、まあそういったね、項目をチェックしながら、ご検討いただけたらいいんじゃないかなと思います。まああとは素材の部分だったりとか、表面化のご説明以上でございまして、まあ、ちょっと増えている編み地だったりとか、柄っていうところをですね、合わせてご紹介していこうかなと思うんですけど、トレンド的にですね、このアメカジ古着を感じるような、結構ね、ほっこり系の古着を感じるような、このね、ニットの編み地っていうのが、結構じわ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 増えているところがありまして、この一つ目の項目で言うと、フェアエルニットですね。柄で言うとこんな感じになります。はい。結構数年前に流行ったような、結構ジャガードニットの柄が言うんですけど、それとダブレットだったりとか、そういったところもですね、結構取り入れたりとか、あと古着市場の中でもですね、こういったものは前々から定番ではあったんですけど、じわじわ人気が高まっていて、やっぱね、数年前に流行ったところもあるんですけど、ここ数年はですね、あんまフェアエル柄のニットっていうのが市場で出ることもなかったんですけど、まあね、真新しさだったりとか、懐かしさもあって、結構流行っていると言われているんですよね。まあ、最近は結構平成コーディネートがですね、結構見直されたところもあるから、これ平成の時代にですね、このフェアエル柄のニットがめちゃめちゃ流行ってる時期があったんで、それからですね、一部リバイバルっていう項目でも、まあ、見直されたんじゃないかなと思っております。あともう一個のキーワードで言うと、フィッシャーマンニットですね。柄で言うとこんな感じになります。はい。まあ、ケーブルニットとかね、そういったワードでも表現されることが多いんですけど、ここもですね、ここ数シーズンずっとですね、そんなに着る機会がなかったアイテムではあるんですけど、いろんなブランドさんだったりとか、あと古着市場の中でもですね、こう人気が高まっているところもあって、古着の中で言うと値段めちゃめちゃ高騰してるんですよ。玉数が減ってて人気で。状態のいいものっていうのが年々ですね、値段が上がっておりますので、そういったところですね、ブランドさんが自社の製品でですね、表現してくるところもありますので、ぜひですね、このフェアエル柄のニットだったりとか、このフィッシャーマンニット、このケーブルニットですね、取り入れていただくのがおすすめなんじゃないかなと思っております。まあ、自分自身で言うと、このフェアエル柄のニットもですね、ゲットしていますし、このフィッシャーマンニットに関してはですね、自分のブランドからもリリース予定でございますので、ぜひ、ね、そちらの方も楽しみにしてもらったらなと思います。はい、それでは続いてのキーワードになります。続いてのキーワードが7つ目ですね。7つ目のキーワードに関しては、ボトムカテゴリーに関してのトレンドのところをですね、結構解説していこうかなと思うんですが、このボトムカテゴリーに関してはですね、結構全体感で言われているのが、この新しいデザイン、そういったものはあんまり出てきていないと言われていて、もうすでにですね、カーゴパンツだったりとか、デニムとかですね、そういったものは結構引き続き人気ところも変わらずなんですけれども、まあ、シルエットに大きく変化が出ると言われております。このシルエットの変化っていうのが、もともとワイドなシルエットがですね、結構盛り上がったところあるんですけど、それがより太くなってる結構傾向にありまして、それはね、ハイブランドであろうが、ドメスティックブランドであろうが、プチプラブランドであろうが、どんどんパンツが太くなってるので、ほんでトップスは細くなるんだけど、パンツは太くなってるんですね。A ラインシルエットっていうのがより強くなって現れてくるのが、2025年秋冬から2025年 SS に言われている流れだと言われております。なんで太さだけじゃなくて、全体的にボトムのボリューム感が増えると言われていて、太くなるだけじゃなくて、長さも結構あるんですよ。なんか、あえて丈の長いアイテムっていうのを出して、裾をギリギリ引きずるか引きずらないかぐらいの、クッションを持たせながらですね、履くパンツっていうのも結構作られているので、ほんとブランドのコレクションだったりとか、ルックを見てみても、裾ぐしゃぐしゃにクッションしながら履くっていう着こなしもですね、本当に増えておりますので、まあね、やっぱ裾をずることが抵抗ある方もね、多々多いですし、自分がね、結構普段ファッションの質問コーナーとかやった時にも、もう裾引きずらないようにするのはどうしたらいいですかとか、このパンツって引きずった方がいいですかどうしたらいいですかって質問とかも結構多くいただくんですけど、まあ自分はですね、引きずった方がかっこいいと思うに関しては、ガンガン引きずるんで、もしね、パンツの時計迷ってる方はですね、
まあ、引きずることに抵抗がない方であればガンガン引きずって履いてもですねもういいんじゃないかなと思っております。まあ、でですねパンツがどんどん太くなるよって言われたところはあるんですけど、最近ですねじわじわ盛り上がっているのはやっぱ細めのパンツですね。そちらも盛り上がっていて、まあ、スリムスリートシルエットですね、そういったものも流行ってきていると言われています。まあ、例えば自分で言うとこんな感じですね。はい、こんぐらい結構細めのパンツだったりとかいうところもですね結構増えていて、着回しの中でもこれはですねザ・ローの定番のですね、まあ、ストレートのスリムパンツではあるんですが、まあ、トップスを細めに着てパンツも緩めもいいですし、ちょっと上をですねリラックスフィットにしてパンツも細めみたいな結構大人っぽいコーディネートというものをですね楽しんでいきたいなと思ったので、自分自身もこういったパンツですね結構集めてるところなんですよね。まあスリートシルエットだけじゃなくて、あとフレアシルエットだったりとか、まあ、足が綺麗に見えるパンツっていうのは2024年に向けてですね結構盛り上がってるところがあるので、これですね別にハイブランドとか高いブランドで買わなくても、例えばユニクロとかでもですね、まあ、近いシルエットのパンツって買うことができますので、まあ、このシルエットのパンツ履くかどうか分かんないけど気になるって方はですね、いきなり高いアイテムを買うよりも、まあ、そういったですね身近なブランドが出てる定番アイテムとかですね近いシルエットを選んでいただく方が失敗がないと思いますので、もうユニクロだけじゃなくてザラだったりとか H&M、 そういったところもですね本当幅広いシルエットのパンツを取り揃えているので、多分大概細身のパンツがね出てるんですよ。ぜひそういったところからですね取り入れていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、ただ細いと言ってもですねまだまだスキニーパンツだったりとかそういったものもまだちょっと出てこないので、もう好きな人はですね未だにスキニーパンツを履く方も多いですし、なんといってもファッション市場の中でスキニーパンツってもう定番で、皆さんが思ってる以上に売れてるんですよスキニーパンツって。ただなんか目立たないだけで、一般層だったりとかそんなに興味ない方とかであってもやっぱスキニーパンツ履く方が本当に多いので、ここ結構ギャップだと思うんですよね。なんかいろんな企業さんだったりとか、まあ、いろんなブランドさんとかですね結構話してみると、一番売れてるパンツなんですかっていう話してみると、未だにスキニーパンツなんですよねってところ多いので、ここ結構面白いですよね。はい、といった感じですね、パンツのシルエットがこんな風に変わってくるよというところなんですけども、じゃあパンツどういったデザインのものが増えてくるかってところもですね、そこもちょっとプラス含めてですね僕説明をしていこうかなと思っております。ここはですねカジュアルなトレンドに結構沿ったところあるんですけど、最近めちゃめちゃ増えてるのが迷彩柄なんですよ。もう例えばこんな感じのですね、はい、ウッドランドだったりとかこう代表的なカモ柄があるんですけど、めちゃめちゃ増えましたね。まあストレートブランドとかハイブランドを中心ではあるんですけど、めっちゃ多いっすねこれそういうことハイブランドであればこのオリジナルのカモ柄とかですね、そういったものを取り入れたところもあるんですけどね、ルイ・ヴィトンとか、あとバレンシアガであってもカモ柄のパンツをですねこんな感じでリリースしたりとかね結構あったりとかして、まあただですね迷彩柄のアイテムは本当にストリートブランドとかそういったところは定番的に出てるアイテムがあるので、ただですね結構傾向的に言うと結構ウォッシュの効いた迷彩パンツですね、まあ、柄がバキッと出すぎてないやつっていうのが結構市場の中でも増えてるなっていう印象ですね。まあ、ここに関しては結構綺麗なコーディネートする方であれば結構無縁のトレンドかもしれないんですけど、まあ一個ね明確に増えてるキーワードではあったので結構ここ上げさせていただきました。まあ、自分自身も最近ねこう迷彩アイテム結構パンツだけじゃなくてトップスに関しても結構多く取り入れていて、まあ、今年の秋冬もよりちょっとなんか多く着たくなってきてる気分なので、ニットとかカットソーとかあとジャケットとかそういったものに含めても迷彩系のアイテムはですね結構集めていこうかなと思っております。はい、じゃあ続いてですね9個目のトレンドキーワードの方をご説明しておこうかなと思うんですけど、続いてはシューズカテゴリーのトレンドについて簡単に触れていこうと思います。まあ、シューズカテゴリーに関してもですねいろんなジャンルの中で、まあ、大なり小なりですね生えてるものがあるんですけど、まあ、全体化のところで言うと、まあ、サッカーシューズトレンドですね、そちらがより加速していく流れでございまして、もうすでにですね有名なところで言うとこちら、はい、アディダスのサンバですね、もう説明不要なぐらい人気ではあるんですけど、それがですね引き金となっていて、各ブランドがここのねこのサッカーシューズトレンド、スポーツ系のシューズのトレンドにですねガンガン参入してきていて、もう今年の秋冬はですねアディダスのサンバだけじゃなくて、まあ、いろんなサッカーシューズそちらが増えてくると言われております。まあ、例えば最近のアイテムで言うとこちら、はい、ナイキのエアマックスのですねこのティエンポってモデルがあるんですが、これも本当にプレデがつくぐらい人気のモデルになっておりますし、最近で言うとこちら、はい、プーマのスピードキャットですね、こちらもですね結構スポーツ系のシューズってところだと結構キーワードとして結構言われていて、まあ、プーマの中ではですね人気モデルではあるんですけど、最近完売を重ねて今店頭では買えないのかな、結構再販待ちの状態ではあるんですけど、これ履いてる方めちゃめちゃ多いですねスピードキャット。まあ、結構気になった方はですね有田さんのサンバだったりとか、まあ、ナイキのティエンポ履いてる人が多いから、このプーマのですねこういったモデルをチェックしてもらっても自分的にはすごくいいんじゃないかなと思っております。まあ、現時点でもこんな感じのですねサッカーシューズが出てるところもあるから、よりねいろんなブランドさんが今後も参入してくる予定ですし、まあ、それこそですねこの前2025年 SS の三原康弘のですね展示会に行ったんですけども、三原康弘のシューズの中でもこうサッカーシューズそういったものが出てるんですよね。まあ、デザインあるか確かルックでも出てたんだけどこんな感じ、はい、明確にサッカーシューズのデザインがですね来年の SS に向けてももうすでに発表されたところがあるから、ここの盛り上がりはですね本当にまだまだ加熱していく傾向なんじゃないかなと思っております。でですねシューズカテゴリーに関してはこのサッカーシューズだけではなくて、もう一個言われてるジャンルがあって、このハイボリューム系のシューズ
シューズですね。このスニーカーであっても、ブーツであっても、革靴であっても、本当にボリューム系のあるシューズっていうのが増えておりまして、本当厚底もそうですし、もともとボリューム感がドンとあるようなシューズっていうのがですね、めちゃめちゃ各ブランドさんからリリース化されていて、この、ね、理由としては、さっきね、パンツのシルエットの変化とかでも言ったんですけど、パンツ自体がめちゃめちゃ太くなってるのと、丈も長くなってるから、普通のね、ローテクのシューズだと受け止めきれないですよ。なので、まあ、パンツが太くなったりとか、ボリューム感が出れば出るほど、シューズもでかくなるですね。そこ結構紐づいたトレンドではあるので、まあ、そこが大きい要因かもしれないですね。なので自分自身のところにも結構ファッションの相談とかで、この太いパンツ合わせるときに合わせるシューズ何を履けばいいですかとか、やっぱね、コンバースとか、パンツとかそういったものだとですね、足ガンガン引きずっちゃって、あとね、この森原パンツに向けてだと、ローテクのシューズって結構印象が負けてしまって、まあ、全体のコーディネートのね、バランスがちぐはぐになってしまうからこそ、結構ね、このハイボリューム系のシューズっていうのがですね、今まではハイブランドだったりとか、結構ハイエンドなブランドからでしかですね、リリースされてはなかったんですが、最近は結構手に取りやすいブランドだったりとか、あとザラとかですね、あとは韓国ブランドからもですね、結構多くリリースされているところがありますので、結構手軽にですね、ハイボリューム系のシューズですね、買える機会もですね、非常に多くなってるんじゃないかと思いますので、ぜひですね、まあ、パンツのシルエットの変化とかね、デザインの変化に加えて、このシューズもですね、取れていただくと、すごくいいんじゃないかなと思っております。はい、それでは最後、10個目のトレンドキーワードのご紹介の方にですね、移っていこうと思うんですが、10個目のね、小物のキーワード、これ、いくつかございまして、まず一つ目ですね、まあ、シルバーアクセサリー。こちらがですね、春夏だけではなくて、秋冬もですね、引き続き人気と言われております。この俗にですね、こちらのネックレスだったりとか、あとはブレスレット、あとはリングとかですね、そういったものにシルバーアクセとかですね、そういったものを取れる方が多くなっている印象で、それこそ一番最初に紹介した、クワイトラグジュアリーのところにですね、結構紐付いたところがあるんですけど、着こなしがシンプルになる分、やっぱアクセサリーだったりとか、そういった小物ですね、結構この色をつけていかないと、ただただシンプルな格好になってしまうので、まあ、バランスを取りながらですね、やっぱ基本的に組み上げていく中で、このシルバーアクセとか、しかも結構大ぶりのものが増えてるんですよ。結構細身のものもいいんですけど、やっぱ着こなしがシンプルな分、この小物でアクセントをつけていくって、このね、このアンバランスさが、このクワイエットラグジュアリーですね、このハイエンドなこの印象をプラスするっていうところもあるので、このシルバーアクセ市場がですね、本当に盛り上がってるんですよね。なので自分のミシェルプラントのオープニングアクトでもシルバーアクセの人気が本当高まっていたりだったりとか、他のブランドさんもやっぱ盛り上がっておりますし、新規参入のアクセサリーブランドも増えましたしね。ぜひね、今まではファッション市場の中だと、春夏がアクセサリー市場が強かったんですけど、秋冬もですね、腕周りだったか首周りですね、アクセサリーつけたい方も本当に多いと思っておりますし、このね、手元とか首元だけじゃなくて、最近はウォレットチェーンだったりとか、腰周りのアクセサリーに関してもシルバーアイテムですね、本当に多くなっているので、そういった項目もですね、加えながらチェックしていただいたらいいんじゃないかなと思っております。まあ、シルバーのアクセサリーに関してはですね、いろんなね、バリエーションを持つのもいいんですけど、まあ、いいものを買って、毎日同じものをつけてた方も多いですし、自分も基本的には同じシルバーアクセサリーのセットですね、全て同じものをつけてたりもするので、あんまりですね、もういくつもいくつも複数買ってバリエーションを増やすよりも、自分はこれだみたいな感じなんですね。複数点だけセットを揃えていただければ結構長く使えるので、そういったところを加味しながらシルバーアクセサリーというかですね、ウォレットチェーンに関しては選んでいただくのが正解なんじゃないかなと思います。まあ、あとですね、小物カテゴリーの中で他にも盛り上がっているアイテムがあるんですけど、まあ、例えばバッグですね。バッグに関しては明確に増えているのがボストンバッグなんですよ。本当に増えていて、ミニボストンであっても大きいボストンであっても、こちらですね、新品から古着までどちらも盛り上がってるところがありまして、もう自分自身もですね、今年ボストンバッグ早くも2個買っておりまして、自分の仲のいいブランドのボストンバッグだったりとか、あとはですね、ハイブランドの古着、そちらのボストンバッグも先に購入して、やっぱ普段の着こなしの中に取り入れるだけでも新鮮な気持ちになるんでね。しかも最近だとリュックとかショルダーバッグとか、そういったものがですね、結構市場の中では多かったんですけど、ボストンバッグとかそういったものをですね、1個取り入れるだけで、バッグといっても着こなしの中で大きく作用するファッションアイテムでもあるので、ぜひですね、着こなしの雰囲気変えたい方とか、そういった方はですね、このボストンバッグとか取り入れていただくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、自分的にはですね、このスプチャンネルの解説動画の中でもちょっと触れたところあるんですけど、ボストンバッグでこの、まあ、ハイブランドの中古ですね、そういったところのボストンバッグって結構安価で買えることが多くてですね、例えばアイテムで言うとこんな感じの、はい、オールドのセリーヌですね、そういったところのボストンバッグだったりとか、あとはこちら、はい、ルイ・ヴィトンのキーボールというモデルがあるんですけど、これのボストンバッグっていうのも、もちろんね、ブランドで聞くと値段高いんでちょっと思いがちなんですけど、もちろん状態とかもあるんですけど、本当に安ければ3万円から5万円、それぐらいでですね、結構選ぶ幅もありますので、ぜひですね、そういった金額でもゲットできるアイテムではありますので、チェックしてもらったら嬉しいです。はい、というわけでですね、ここまでめちゃめちゃ重厚な情報をですね、いろいろトレンド解説させていただいたんですけれども、項目で言うと10個ですね、10個のキーワードに沿ってこの2014年秋冬のトレンド解説ですね、行わさせていただきました。なので今言った話の部分のポイントを押さえていただければ、これからのですね、買い物に必ず参考になると思いますし、もちろんですね、自分のスタイルを大切にしながらファッションっていうのはですね、楽しんでもらえたらと思うんですけど、やっぱりですね、こういった適度にトレンドものをね、取り入れながらファッションをしていくと、新しい発見だったりとか、結構面白さだったりとかですね、
そういったものもやっぱ見つけられる機会となりますので、ぜひですね、今回の動画を参考に、これからの買い物だったりとか、キビのコーディネートですね、そういったところに参考してもらったら非常に嬉しく思っております。はい、というわけで本日の動画も以上となります。いや、動画の撮影時間かなり長くなってしまったかなと思うんですけども、そのぐらいですね、ほんと有料級の情報をですね、今回1本にギュッとまとめさせていただいておりましたので、ぜひですね、今回の動画参考になりましたら、動画の高評価とですね、チャンネル登録の方をいただけたら嬉しいです。あとですね、概要欄の方に自分のインスタグラムと TikTok のアカウントも貼っておりまして、そちらに日々のコーディネートだったりとか、日々の着こなしとか、あとはショート動画とかですね、ファッション情報の方をですね、コンパクトにまとめて発信もしておりますので、そちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、それでは本日の動画も以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。